お疲れ様です。めいめいチャンネルに来てくれて、ありがとうございます。節目の10回目になりました。ちょっとした技を使ってきましたので、通常プレイより進捗が遅い気がしてますが、徐々にスピードアップしていきたいなって感じ。それでは、ノースウィンズの調査から再開です。最後まで、ゆっくりしていってね。はい、見えてきましたよ。十字架のお墓がありますな。例のあいつのイベントっぽいですねやはり今回も、ネクロードが登場する感じだねの女性好きなんだな。なるほど、精神剣を取ってきてネクロードと戦うってことねー。ということで、風の洞窟の攻略をやりますよ。ここに来るときに、ちらっと見えてた洞窟ですね。では、ダンジョン攻略になります。洞窟は、隠し通路もあるので、しっかりチェックしていかないとねー。
さまよってますな。ここからは、吹き飛ばされないように慎重に進まなきゃねー。ちょっと、めんどくさいダンジョンです。ここは分岐通路ありですな。この人はワープしてくれるみたいですねー。帰りに使うトラックかもですねー。
しかし、本当に長いダンジョンだなぁ。アイテム欄がいっぱいで、調整が多くなっちゃってるなぁ。早く、倉庫が復活しないかねぇ。カーンさん発見。これは、共闘してくれるって感じですかな。いろいろと新事実が発覚してきてますねー。はて、どういうことでしょ。ようやく到着しましたな。ということで、ビクトールさんに怒ってて、襲ってきちゃったー。
浜の紋章が有効なので、しっかり使っていきますよ。まずまずのダメージですな。回復をしっかりやりながらの戦いになるねー。とか言ってたら、アイリさん離脱。中央の列はメンバーリスですな。防御力高い人を置いとくべきだったねを先に打って欲しかったんだが、結局無意味でした。We'll be right back.
ましたね。明らかに上下関係がヤバいことになってますね。ということで、精神犬ゲットです。あら、ワープおじさんがいる意味って何だったんだろう。では、戻りましょ。ということで、ネクロード退治が続きます。このまま侵入したいところですが、ちょっと、体勢を整えてきますね。戻ってきました。では、攻略開始です。この後、ここは別の使い道で変わっちゃうから、慎重にお宝探ししてます。敵も出てくるんだね。しかし、それなりに広いんだね。はいはい、わかりやすいギミックがありますね。その前に、隠し通路に行きますよ。はい、これだね。闇の封印球ゲット。では、通常通路で進みましょ。はい、ここもわかりやすいギミックですね。でも、まずは隠し通路から行きます。
はい、これですねー。ブルーリボンゲット。それでは、通常通路に行きましょ。はい、簡単なギミックだったねー。ノースウィンブって、村の割には立派な城なんだねなんですかねさすがビクトールさん。結局、誰だったんでしょ。逃げちゃった。またどっかで戦うことになるんかねー。そして、別のボスが登場です。メンバーも同じなので、精神剣の時と同じ戦い方でいきますよ。あ、ナナミさん、サボってないですか？このパターンの時は、バランス崩さないんだねThank you.
前衛が起こってくれなかった。浜の紋章が有効ですね。ここから大ダメージ期待しますよ。なかなかしぶといですね。はい、なんとか撃破できました。ということで、カーンさんは一時離脱ですね。お、みんなでやってきて、どうしたんでしょ。といったところで、ダンジョンと戦闘で長くなっちゃったので、今回はこのくらいにします。すでに見えてますが、次回は強砲が来たところからの再開です。まだまだ、都市同盟は劣勢ですが、このままでは終われないですよねー。戦況挽回を期待しつつ、次回からも頑張っていきましょ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけると、励みになります。次回も、ゆっくり見ていってねー。